はい、どうも皆さんこんにちは、ビザザです。本日はね、俺たちのレンジャーサインというイベントなんですけれども、こちらの方でもらえるイベント報酬ですね、イベント報酬の重要度、どれをどう取ればいいのか、どれを何本取ればいいのか、これは強いのかっていうのを初心者向けに解説させていただこうと思います。よろしくお願いいたします。じゃあまずはですね、こちらの召喚石ね、フォレストレンジャー、こちらの方はですね、まあ正直あまり価値としては高くありません。加護の方は土属性キャラの攻撃 30% アッププラス暗闇無効ということで、水属性で暗闇を張ってくるのっていうのが、まあ向上、まあ例えばマキュラマリウス、リヴァイアサンマグナとか、まあそういったですね、そのよく戦わなきゃいけない敵っていうのに、まあ存在しないことを含めると、もうちょっと序盤で使う石だけど、序盤に使うタイミングもない、暗闇にしてくる敵もいないっていうことで、まあ正直な話、その加護のメイン召喚石として用いるのはあまり強くないんじゃないかなと思いました。土属性キャラ攻撃アップということでね、まあ弱くはないんだけどちょっと使いづらい感じですね。なんでまず、サポ石、メイン石として、いることはない。で、召喚効果もですね、敵全体に暗闇効果、味方全体の回避率アップ、まあ、こちらはですね、弱くもないんだけど、まあ、暗闇は悪くないですよね。暗闇はまず悪くない、暗闇をかけるだけで味方全体の生存率がかなり上がるので、まあ、暗闇をかけるのは悪くはないこと、味方全体の回避率アップもね、まあ、回避率アップっていうのは信頼性的にほとんどないんだけど、まあないよりマシ、避けたらラッキーくらいなわけで、弱くはないんだけど、ただね、早々に抜けるような石なので、まあ、なんでこの石は基本的にはいらない。基本的にはいらないんですけど、もし自分がサポート召喚石を持っていないのであれば、カーバンクルとかもなくて、自分に入れたい召喚石、その召喚石のリストに自分の入れたい石がなかった場合、という場合においては、入れる価値がある。例えばこの中だったら、まあ、ディアボロス枠とかに、フォレストレンジャーを入れるっていうのは十分に可能性としてあり得るんですよね。まあ、暗闇効果プラス回避率アップっていう効果なわけで、かなり生存率が上昇するとは思うので、ただちょっとステータスが低いし、入れるのもなかなかこう難しくなってくる、将来的にね。まあ、なんでその優先度的には高くないけど、ステータスも高いし、取っておく、もしサポート召喚石がなければ取っておく価値はある。まあそれは自分の意思と相談してみてほしい。この石が入る枠あるかな、ステータス的に高いから、これ攻撃力 1446、 HP575 が自分にとって高いのであれば、取る価値っていうのはあるんじゃないかなと思います。そして、次、武器ですね。武器編、武器、超かっこいいライフル、こちらは あまりいらないです。まあ人にもよるんだけど、前回のピニャコラタ、デレマスイベントね、デレマスイベントの方で、ピニャコラタ包丁を手に入れた方は超かっこいいライフルは1本もいらないです。1本もいらない。まあ、理由としてはですね、大体マグナ編成で、EX 工人、まあ、この超かっこいい工人っていうのはその EX 工人枠なんですよ。で、マグナ編成の EX 工人枠って基本的に2本入って2本。ゼノ系のね、EX 工人、攻撃力アップ特大っていうのがあったら3本になってくるんだけど、基本的に EX 工人っていうのは入って2本。になってくるんですよね。で、ピニャコラタ包丁を持ってた場合は1本目をそのピニャコラタ包丁、なんでかっていうと、最終条件解放が実装されてるから、スキルレベルが15になるからですね、上昇量がすごいでかい。こちらは3凸しかないから、3凸しかない、スキルレベルが10までしか上がらないから、伸び率的にちょっとあんまり良くない、強くないんですよね。まあ、なんでその時点でちょっとそのピニャコラタ包丁っていう武器に一歩遅れを取る。で、2本目、まあ、じゃあ2本って言ってたから2本目にいいんじゃないのって思うかもしれないんだけど、水のね、 EX 工人というか4属性、火、水、風、土のですね、 EX 工人枠は、ローズクイーンの武器ですね、ランクが100になった時にですね、ローズクリスタルウェポンっていうのがあるんですけれども、こちらのローズクリスタルウェポンっていうのが EX 工人として存在してて、で水属性のですね、ローズクリスタルウェポンはローズクリスタルソードっていうのがあるんですけれども、上昇量としてはその超確率
っこいいライフルと同じで、さらに追加スキルで非属性ダメージ軽減っていうのがついてるんですよね、うん、で攻撃力上昇値が同じで、ダメージがね、まあ、こちらダメージ 10% 軽減するんですよ。 10% 軽減してこもついてるっていう風に考えると、ローズクリスタルソードはの方が基本的に優れてるんですよね。そう考えると、じゃあ何に役に立ってくるの、超かっこいいライフルは何に役に立ってくるかっていうと、銃武器として役に立ってくるんですよ。銃武器として役に立ってくるかというと、まあ、で銃ジョブは何かというと、まあ、ホークアイだったり、うん、ホークアイだったり、指使うやつか、名前なんだっけ、サイドワインダーだったり、まあ、そこら辺になってくるんだけど、そのジョブってやっぱり基本的に使わないんですよね。そう考えると、超かっこいいライフルはメイン武器としての役もあまりない、うん、あまりないし、EX 工事の枠としてもあまりないので、ピニャコラタ包丁を持っている場合は1本もいりません。他に EX 工事がない場合は1本だけ取っておくといい、そんな感じになるかな、うん、まあそこら辺は自分の装備と、参考にしてみてくださいということで、まあ、武器と召喚石はそんな感じでした、まあ、つまりじゃあ今回何を取ればいいのかなっていうと、超かっこいいライフルはさっき言ったように、もしピニャコラタ包丁を持ってなければ1本、持ってれば0本で、召喚石は自分の召喚石が、相談してみて、まあ、なんか入りそうだったら、3凸を1個、入らなさそうだったら0個そして、討伐症の方ですね。討伐症のアイテムはこちらアニマとマグナアニマがもらえるんですけれども、まあ、アニマとかコロッサスのアニマとかは結構、序盤の方は有用になってくると思うので、取れるだけ取っておくといいと思います、うん、そして金の方はね、ま、リパイアさんのマグナアニマ、マグナアニマ系が5個ずつ手に入るので、こちらも掘れるだけ掘っておくといいと思う。160まで掘っておけば、160もしくは200ですね、餌としてもね申し分ないので、超かっこいいライフルは使わなかったとしても餌として申し分ないので、200枚まで取っておくのは、金賞はね200枚まで取っておくのは割と効率的にはいいのかなというふうに思います、銀賞の方はどうだろうね。銀賞の方はまあ、うん、まあ適当でいいかな。そこまでこう頑張って掘るようなもんでもないかなっていう感じで、貢献度の方はね、できるなら400万でしたっけ、できるなら400万、ここまでダマスカス磁性粒子最後まで取っておくといいと思います、まあ、EX 今回のイベントの EX はですね、ウェルダーを入れることによって、ウェルダーを入れるのかな、まあ、なんかちょっと条件によって結構その好きなように殴ることができるというちょっとそのセリフはどうなのっていう、まあ、このイベント俺たちのレンジャーサインを見てそのセリフはどうなんっていう感じなんだけど、まあ、好きなように数ターンボコボコに殴れることができるので、まあちょっと貢献度的に稼ぐのはそこまで難、まあ、ちょっと難しいと思うんだけど、まあ、他のイベントと比べるとちょっと楽目ではありますので、ここら辺頑張ってできる限りダマスカス磁性粒子に、まあ、取れれば取れるほどいいです。ダマスカス鉱、ダマスカス磁性粒子、まあ、そこら辺をしっかりと掘っておくと、いいと思いました、皆さんの参考になれば幸いでございます。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。